将棋ワーズ6球10分切りやっていきたいと思います。今日は図書館で、米長邦雄名人を取る借りてきたんで、ちょっとね米長さんのことをあんまりほとんどわかんないんで、ちょっとね過去の偉人ですよね、棋士から学べることはお前がごてたくさんあるんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。対局開始。さあ相手は棒銀ですかね。まあこっちも棒銀にはなるんですけど、おお、ここ道を開けてきたのか。じゃあ僕は突っ込むか。なんか最近角換わりが流行ってるよねみたいな感じで思ったりはしてるんですけど、じゃあここで、ああそうか、ここ上げて棒銀で来るのを飛車でが上がるのを止めてるわけですね。またじゃあどっちが早いかパターンですね。これはどっちの方が先かパターンです。わっちも棒銀だよみたいなこと思ってますかね。ただこれ、いつも3七歩を上げていくと角が入ってくるんでね、それがめんどくさいんですよね。そこの対策っていうのが正直まああんま分かってないっちゃ分かってないんですけど、一筋からいってみようかな。こういって振って、こうなってくるとっすよね。そしたら交換目指した方がいいか、もうそれか棒銀を諦めて、ちょっと雁木っぽく組むか、これ角交換してくるかどうかですよね。まあ相手を意地でも銀を5段目にさえ出さなきゃいいんで、自分のイメージとしては。おお、ソロ知らねえよみたいな、乱戦に持ち込むみたいな、ね、まあここの筋さえ消しときゃ3号でちょっと下がって、3筋から攻めていきますか。8に戻ってもいいけどな。相手が多分こっちの筋を残すか、まあ、上に1個上がるっての、上に1個上がって飛車狙うってのはありっすね。多分これ角取ってくるんで、まあこれは飛車を動かさずに角交換でしょう。したくないのかな。棒銀で行こうって言いながらこんな線、あ、意地でも変えたくないわけですね。そうっすね。これ正直角交換してと言いながらもちょっと何かいい手がないかなと思っちゃいますけどね。角交換してここに角6-4に角打って、まあ真ん中に金が上がるか、そしたら引けばいいし、そうっすね、先に角交換しちゃおうかな。多分まあ同桂ですかね、同金か、まあ、結構悩んでたみたいですけど、そうっすね、5筋にやっぱ5筋に角打ってるってのが僕の中で激安なんで、5-5にで、これで金がいけないから2筋から歩突っ込んで攻めていきたいけど、でもよう考えたら歩がないから、なるほどね、ほっとくのもありっちゃありっすよね。銀取られたら飛車で行きゃいいし、ちょっとちょっと保留、桂まで跳ねるか、ちょっと面白い形になってきてるじゃないですか。まあ全体的に
ま、押し上げれてるけど、お互い囲みが浅いんで、でやっぱ8筋からの飛車と銀で攻めてくるってところがあるんで、金は上に1個上げたいかなと思ってるんですけど、ここをどうするかよね。で相手が棒銀が得意だったらこれを取っちゃダメって分かってるはずなんで、ただあ取っちゃうのか、いやでもここに3、これはいつものパターンですよね。上がって同歩に銀で行って入っていきゃいいんですもんね、いつものパターンで。これ銀取られるけど7分、このパターンですわ。銀取られて痛いけど歩打ってガンガン行くと、まあ、金が、まあ、上に1個上がるか、ちょっとね相手の角打ちしてちょっと嫌な思いしそうなんで、玉を1個逃がすか、まあ、飛車を積極的に動かして王手飛車取りは外したいなと思ってるんですよね。まあね、チク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 いきますよ。性格悪いと思われても全然いいんで、はい悪いけど何かって思ってます。正直3リーフの方が良かったかな。まあ角がね、威力と飛車がそのままっていうのが本当怖いんで、ちょっといいとこを見つけたいな。2四角ってしてでも動きが悪くなるんで、まあこれ桂跳ね上げてきたら取りますけど、おなるほどね、同じパッティーンで来るわけですね。これ取られて、まあ、ある程度踏み込まれてもまだ余裕ですよね。逃げるんかい。寄るよね当然。で飛車走らすと、彼いい桂馬、ああ面白いとこ嫌われるやり方しようかな。嫌われるやり方、ふんどしの桂、嫌われる手を思いついてしまった。でもこれは飛車、まあでも飛車取る意味ありますよね。まあもし守られても玉が逃げる道を作っちゃったのは、あ飛車で取るのか、まあちょっとね積極果敢に、いやもう相当厳しいっすよね。金打って取って飛車でそこ来て、取って飛車で取って金打って横にずれて、金打って横にずれて終盤力です。4一金外にずれるったら寄っていきゃいいんで、まあそれかちょっと攻めるなら4二金4二等同飛下がって下に銀打たれて、微妙だよな。金打つって、まあ無難な形を取るか。終盤力ですね。これ同飛ですよね。ああ、でもよう考えたらここで3三角って打ったら飛車を動かせないから、銀でもいいのか。いや3三角って5分打って性格の悪いやつってのを存分にさらけ出して、
で玉が逃げて飛車で追いかけて、これ置いといてもいいからちょっと縛るか、縛りたいっすよね。絶対これ詰み筋があるはずなんで、金かな、金打って、考えすぎか、銀に3一銀打って玉が逃げたら銀で寄せて清算して、広いとこ逃げていかれるんで、そこをまあなんとか相手の飛車さえ押さえてしまえば楽勝みたいな感じで思ってんだけどね。もしかしたらこれ飛車で竜を取ってくる、まあでもそれはないっすよね、飛車は角が効いてるから動かせないんで、まあ玉が6一か6二に逃げて、で銀飛車取って、で8二とかに打って、まあ詰めて詰めてですけど、まだちょっと正確な詰めろが見えてないんですよね。どういうことだこれは。竜を取りたいわけですね。竜は上げるでって言いたくなるけど、これは竜で行って、違う、銀4二銀、これは決まるんだっけ、ここで竜で竜で寄せりゃ決まりっすよね。まだ逃げれんのか。で、6一で金か。見事な将棋じゃった。まあ、なんかいつもと違う乱戦みたいな形で楽しめたかなと。自分が知らない展開を逐一楽しむっていうのが将棋だと思うんで、負けたら悔しいし、勝ったらね、まだまだもっといけるんじゃないかっていう高みをね、目指していきたいと思ってます。